帝国でございます。本日は田村市議会3月定例会前の市長記者会見にお集まりをいただき、誠にありがとうございます。私は本日の進行を務めます、総務部総務部長の矢吹と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。それでは、白石市長から3月定例会に提出する案件等についてご説明を申し上げます。はい、皆さんこんにちは。記者クラブの皆様には、本日はご対応の中、共同記者会見にご出席をいただきましてありがとうございます。共同記者会見資料をご覧をいただきたいと思います。令和6年田村市議会3月定例会については、会期が2月22日から3月の14日までの22日間となる予定であります。3月定例会に付にする案件は、専決処分事項の承認2件、条例の制定3件、条例の一部改正15件、令和5年度田村市各会計補正予算9件、令和6年度田村市各会計当初予算8件、返事にかかる総合整備計画の変更1件、過疎地域持続的発展計画の変更1件、指導の認定1件のほか、任期満了による人権擁護委員候補者の推薦1件の合計で41議案であります。それでは、提出議案の概要につきまして申し上げたいと思います。お手元の資料をご覧いただきたいと思います。はじめに、承認第1号及び第2号の専決処分事項の承認を求めることについては、いずれも地方自治法第179条第1項の規定に基づき、専決処分をしましたので、同条第3項の規定により、議会に報告し、承認を求めるものであります。承認第1号、田村市手数料徴収条例の一部を改正する条例の専決処分については、戸籍法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに開始される戸籍、除籍、電子証明書、提供用識別符号の発行手数料に関する規定を追加するために、田村市手数料徴収条例の一部を改正したものであります。次に、承認第2号、令和5年度田村市一般会計補正予算第7号の専決処分については、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金として、給付金、定額減税、一体支援枠の創設を受け、支給対象を住民税均等割のみ、課税世帯まで拡充するもので、このうち子育て世帯については、児童への加算給付を行うための補正予算であります。次に、議案第1号、住民票記の統一に伴う関係条例の整理に関する条例につきましては、所在地等にかかる表記の統一を図るため、田村市行政局設置条例の一部改正のほか、田村市ふれあいと秩序の広場条例の一部改正など、関係する7件の条例について、所要の改正をするものでございます。次に、議案第2号、子ども・子育て支援法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例につきましては、子ども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行により、子ども・子育て支援法の一部が改正されたことに伴い、田村市子ども・子育て会議条例の一部改正など関係する3件の条例について、所要の改正をするものでございます。次に、議案第3号、阿武隈島関連施設整理基金条例につきましては、滝山市観光特別会計の廃止に伴い、決算剰余金等を阿武隈島関連施設の計画的な整理、修繕、後進党に必要な経費の財源に充てることを目的として、新たに基金を設置するため、条例を制定するものでございます。次に、事案第4号、田村市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきましては、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い、条例の改正をするものであります。次に、議案第5号、田村市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例につきましては、個人番号カードの利便性の抜本的向上のため、スマートフォンに個人番号カードを搭載し、コンビニ等で印鑑証明書の取得が可能となったことに伴い、条例の改正をするものでございます。次に、議案第6号、田村市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、県人事委員勧告に準じ、初任給調整手当及び通勤手当を引き上げるため、条例の改正をするものでございます。次に、議案第7号、田村市会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地方自治法の改正に伴い、会計年度任用職員への勤勉手当を支給するため、条例の改正をするものでございます。次に、議案第8号、田村市特別会計条例の一部を改正する条例につきましては、阿武隈等などの滝根観光施設指定管理制度は、昨年度より料金収受代行制から利用料金制に変更となり、田村市滝根町観光事業特別会計において、特定の歳入をもって特定の歳出に充てることはできなくなったことに伴い、特別会計を廃止するため、条例の改正をするものであります。次に、議案第9号、田村市基幹環境整備交付金基金条例の一部を改正する条例につきましては、福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、関係条文を改正するため、条例の改正をするものでございます。次に、議案第10号、田村市立幼稚園条例の一部を改正する条例につきましては、現在休園している瀬川幼稚園、芦沢幼稚園、緑幼稚園及び金目田幼稚園の幼稚園について、今後も再開の見通しが立たないことから、閉園とするため、条例の改正をするものでございます。次に、議案第11号、田村市奨学資金貸与条例の一部を改正する条例につきましては、奨学資金の利活用と市内への定住及び市内事業所等の雇用を促進するため、条例の改正をするものであります。次に、議案第12号、田村市幼児預かり保育条例の一部を改正する条例につきましては、緑幼稚園の閉園に伴い、預かり保育所が変更になるため、条例の改正をするものでございます。次に、議案第13号、田村市児童遊び場条例の一部を改正する条例につきましては、現在の児童遊び場の管理状況の整理に伴い、条例の改正をするものであります。次に、議案第14号、田村市子育て支援センター設置条例の一部を改正する条例につきましては、児童福祉法の改正により、母子保健法に基づく子育て世帯包括支援センターと、児童福祉法に基づく子ども家庭総合支援拠点が子ども家庭センターとして一体化されることに伴い、本市における子ども家庭センターの役割を子育て支援センターに担わせるため、条例の改正をするものでございます。次に、議案第15号、田村市介護保険条例の一部を改正する条例につきましては、第9期田村市介護保険事業計画に基づく令和6年度から令和8年度までの介護保険料率を適用させるため、条例の改正をするのであります。次に、議案第16号、田村市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につきましては、田村クリーンセンター、田村リサイクルプラザへの粗大ごみの受付に関し、従来の直接持ち込みに加え、高齢者の増加等により、搬入困難者の増加が見込まれることから、自ら粗大ごみを処理することができない市民の負担軽減を目的に、新たに粗大ごみの個別収集を実施するため、条例の改正をするのであります。次に、議案第17号、田村市船引総合利用自然林条例の一部を改正する条例につきましては、名称を市民に馴染みのある田村市片曽根山森林公園に改めるとともに、屋外シャワー室を新たに設備、設置することを踏まえ、これまでの施設使用料の見直しを実施するため、条例の改正をするのであります。次に、議案第18号、田村市水道事業給水条例の一部を改正する条例につきましては、生活衛生等関係行政の機能強化を目的に、水道法等による権限を厚生労働大臣から国土交通大臣および環境大臣に移管するために、水道法が一部改正され、令和6年4月1日に施行されることに伴い、関係条文を改正するため、条例の改正をするものでございます。次に、議案第19号、令和5年度田村市一般会計補正予算第8号につきましては、4ページをご覧いただきたいと思います。規定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ18億2397万9000円を減額し、その総額を245億4806万7000円に補正するのであります。歳入については、市税などを増額する一方、各種事業の事業費確定や確定見込みに伴う国・県支出金、繰入金及び資産などの減額が主なものであります。歳出については、人件費や事業費の確定などに伴う減額が主なものであり、いずれも事業の完了や実績を見通した決算見込みにより所要の補正を行うものでございます。次に、議案第20号から議案第27号の各特別会計、企業会計の補正予算については、5つの特別会計と3つの企業会計において、いずれも事業の完了や実績を見通した決算見込みなどにより所要の補正を行うものでございます。次に、議案第28号から議案第35号までの令和6年度各会計の当初予算について申し上げます。当初予算につきましては、別冊資料でご説明をいたします。別冊でお配りしました令和6年度当初予算の概要の資料をご覧いただきたいと思います。別冊資料の1ページをご覧ください。令和6年度当初予算編成については、第2次田村市総合計画におけるワクワクが止まらない自然とチャレンジが生きる町田村市の将来像を目指すための5つの目標及び旧復興事業を柱とした本市の飛躍と市民の力、地域の力による復興を着実に推進するとともに、田村市らしいまちづくりを進めることを基本に編成をいたしました。2ページをご覧ください。令和6年度田村市一般会計の当初予算額は261億円となり、前年度より14億円の増額となりました。3ページをご覧ください。一般会計の前年度比較になります。復興関連予算は 2% の増額となり、主な要因としましては、農産物振興施設整備事業によるものであります。通常予算は 3.7% の増額となり、主な要因といたしましては、緊急自然災害防止対策祭事業、緊急浚渫推進事業祭事業、市民病院指定管理料、滝根橋観光事業特別会計の一般会計化などによるものでございます。次に4ページをご覧ください。6つの重点施策になります。丸1の働きたい町としての施策は、地域産業を守り育て、みんなが活躍できる町を目指すために39事業2億6026万規制円を編成しております。次に丸2、学べる町としての施策は、誰もが学び自分の可能性を広げられる町を目指すために24事業3億3381万8000円を編成しております。丸3、安心と絆の町としての施策は、地域の絆で作る安心して暮らせる町を目指すために20事業21億6384万1000円を編成しております。次に5ページをご覧ください。丸4、住みたい町としての施策は、自然とともに安心して暮らせる町を目指すための26事業29億3966万1000円を編成しております。次の丸5、支え合いの町としての施策は、地域の魅力を高め活気に満ちた町を目指すために11事業3億3433万8000円を編成しております。次に丸6、復旧復興事業は、東日本大震災と東京電力福島第一原子力発電所事故からの復旧復興を加速させるために23事業21億1094万4000円を編成しております。次に6ページをご覧ください。ここからは6つの重点施策のうち主なものをご説明していきたいと思います。はじめに、働きたい町としての主な事業について申し上げます。オンラインショップ事業は、市内事業者を支援するとともに、本市特産品を全国的に PR して販売の促進を図るためにオンラインショップを運営する事業で、807万8000円。次にエコノミックガーデニング事業は、地域企業の活性化を図るため、企業の特性や実情を把握し支援を行う事業で1163万9000円。次にムシムシランド周辺施設整備事業は、ムシムシランド周辺エリアにおいてプレーパーク、キャンプ場設計や駐車場、昆虫採取体験場の整備を行い、利便性を高め誘客を図る事業で3944万6000円であります。次に7ページをご覧ください。学べる町としての主な事業について申し上げます。東大住民構想事業は、未知なる課題を解決できる思考力や主体的に学習に取り組む姿勢を習得させ、東京大学等の難関校受験に挑戦できる学力の向上を図る事業で122万5000円を計上しております。フィリピン短期語学留学事業は、フィリピン先頭で語学学校研修や外国の文化を体験することで、21世紀を生き抜く大きな能力となる英語力を飛躍的に伸ばし、英語を話せるグローバルリーダーを育成する事業で504万8000円。教育の ITC 化に向けた環境整備事業は、ギガスクール構想のもと教育 DX を加速し、 ITC 教育を充実するためのタブレットやノートパソコンなどを整備する事業で6267万円であります。8ページをご覧ください。次に安心と絆の町としての主な事業について申し上げます。新病院建設事業は、地域医療の確保を目的とし、田村市民病院を新たに建設する事業で18億6193万円。次に、イコタブフェス事業は、子育て支援の一環として、親子が一堂に会するイベントを実施する事業で370万円。生き生き健康づくりフォーラム事業は、大きな病気への予防につなげるイベントを実施する事業で600万円であります。9ページをご覧ください。次に、住みたい街としての主な事業について申し上げます。自動運転バス実証調査事業は、公共交通の課題解決のため、新たな交通手段である自動運転バスの実証調査事業を行う事業で9000万円。自主防災組織整備事業は、自主防災組織による地域の自主避難所等の開設や運営に必要な機材等の整備を支援し、および防災アドバイザーを派遣し、ワークショップや講演などによる育成を行う事業で800万3000円。次に、粗大ごみ個別収集事業は、個人での搬入や民間事業者への依頼を必要とする粗大ごみの収集について、個別での収集を実施する事業で89万8000円であります。10ページをご覧ください。次に、支え合いのある町として、主な事業について申し上げます。集落支援員設置事業は、集落支援員を設置し、地域コミュニティの活性化を行う事業で1455万円。地域ブランディング事業は、昆虫のブランドイメージ向上のプロモーション等で実施する事業で2000万円。次に、ふるさと田村応援寄付金事業は、新たな返礼品の開発や積極的な情報発信を行い、ふるさと納税の増収を目指す事業で9262万9000円であります。11ページをご覧ください。次に、復旧復興を加速させるための主な事業について申し上げます。農産物振興施設整備事業は、さつまいもをはじめとした農産物加工施設の整備を行い、市内農産物の付加価値化を図り、復興を進める事業で8億6683万4000円。次に、宮古島市複合商業施設整備事業は、宮古島市に複合商業施設を整備し、基幹の促進、雇用の創出を図る事業で3億815万1000円。次に、東京リクルートセンター田村サポートセンター事業は、田村市への移住定住を促進するため、東京リクルートセンター田村サポートセンターにおいて案内・サポートを行う事業で7265万4000円でございます。次に、12ページ以降については参考資料となります。12ページから28ページは6つの重点施策の事業一覧であります。29ページは令和6年度当初予算の予算規模、30ページにつきましては、目的別一般会計、歳出予算額、31ページは性質別一般会計、歳出予算額、32ページは一般会計歳出予算額、33ページは特別会計予算額、34ページは企業会計予算額となっております。以上、令和6年度各会計の当初予算の概要の説明とさせていただきます。共同記者会見資料の2ページにお戻りください。次に、議案第36号、常盤返地にかかる総合整備計画の変更につきましては、返地対策事業債の有効活用を図るために、返地にかかる公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置法に関する法律第3条第8項において準用する同条第1項の規定に基づきまして計画を変更するのであります。次に、議案第37号、田村市過疎地域持続的発展計画の変更については、過疎対策事業債の有効活用を図るため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条第10項において準用する同条第1項の規定に基づき計画を変更することであります。次に議案第38号田村38号指導路線の認定については、道路改良に伴い道路法第8条1項の規定に基づき1路線を認定しようとするものでございます。次に諮問第1号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについては、本年6月30日をもって任期満了となる人権擁護委員1人を推薦するものでございます。以上、3月定例会に提案する議案の概要についてご説明を申し上げました。詳細につきましてはご質問の中でお答え申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。